はい、皆さんこんにちは、愛の戦士でございます。さあ、今日使っていくデッキはこちら、夢のロマンデッキ、ミスリルゴーレムマンモスデッキでございます。イエーイ。このデッキは以前紹介したあのミスリルゴーレムデッキにこちら氷漬けの巨像を、組み込んだデッキとなっております。まあ、氷漬けの巨像を、スペルブーストしたドロシーで割って、インペリアルマンモス出して、でドロシーでミスリルゴーレムを持ってきて、9ターン目に、スペルブーストかかったミスリルゴーレムで相手の場を全部投げ払って、もうインペリアルマンモスとミスリルゴーレムでもうワンキルみたいなデッキになっております。じゃあ今日ね、これ早速使っていきましょう。さあ行くぜ。おいユリアス、俺のマンモスで餌食にしてやるよ。かかってきな。ここ、まあ、割といいでしょ。進化圏が3回あるのはいいでしょう。おぉ、ミスリルゴーレム最初に来ちまったが、これは、でも引きたいので、返します。ドロシーで引きたいんで、返します。知恵の光、マジックミサイルでデッキ圧縮をどんどんしていきましょう。それでいきましょう。ランクマッチでやってるんですけど、なんでしょうね。来そうだな、やっぱ復讐バンプとか、あのあたりかな。ネイル、あー、いい、ドロシー来てくれた。ドロシー来てくれた。ありがてー。あ、いいっすね、これ。これで、ね、マンモス来てくれれば。あと、マンモス。胸像。糸雲。糸雲で勝手に食らう。受賞引きおじさん。来たー、マンモス来たー。マジテンション上がる。なんとかしないと。でまだマンモスは出せねえな。クラークの前に、うわ、くそ、4ターン目とか出せ、いや。これは、ちょっと順を追っていろいろやっていかなきゃダメだな。順を追っていろいろやっていこう。いやー、これは最適ムーブできそうですな。いや、クラーク。知識を求めて。クラーク。で、4ターン目、マンモス置いて。俺にだって。これここ攻撃するか。これこっち殴っといて。いや、4ターン目クラークか。いや、クラーク置くか。いや、クラーク。クラークで2かかって。いや、ちょっと待って。クラーク、出して、5ターン目ドロシーマンモスか。ライトニングシューターもったいない気もするけどな。いや、マンモス行くでしょ。とりあえずマンモス。5ターン目ドロシーマンモスか。それだな。それで行こう。それで行こう。よしよしよし。夢が広がりんぐね。なんでその鉄壁の守護デッキ。やばすぎか？これで、こいつ殴ってくるでしょ、多分。取ってこないかな。取ってくると思うんだけど。顔に来るか、フォロワー取るか。顔に来そうだな、なんかこの感じ。俺だったら、あーどうだろう。俺だったら顔いっちゃうけどな。あー、やっぱ取ってくるか。なるほど。そうなると、そうだなー。これは、これなかなかいいよね。次、クレイグ、ドロシー、クレイグ・ドロシー、いや、ライトニングシューターもなんならありだな。これで決めるわ。ちょっと迷いますね。迷いもですね。知識に興味などな。俺に教えてくれ。これでこっち取って、教えてくれ。移転火力の方を取っとく。よし。これどうすっか、迷いどころだな。次、ライトニング、いや、ちょっと様子見で出すの決めよう。様子見て決めよう。なんか強えの出てきたらライトニングシューターで取った方がいいわ、絶対。だって6も溜まってるからな。結構もったいねえんだよ。これでドロシーで切っちゃうのは意外と。まあ、ドロシーでまたライトニングシューター引ければいいんだけど。ディアボリックで取ってくるか。ディアボリックで取って、そこで取ってくる。ナイス！ってことはもうドロシーでいいわ。見ろー！これが俺様の力だ！氷漬けのマンモス！マンモスパイセン！からのクレイグからのドロシーでドロシーでミスリルゴーレムを引く。来い、ミスリルゴーレム。もしかドロシーでもいい。来たー、ミスリルゴーレムパイセンだー。来たー、マンモスドーン。マジクソ強えぞ、こらおい。なめんな、こらおい、マジで。これ最強ですね。ミスリルゴーレムもう、スペルブーストで6ダメージ相手全部に与えられるんで、もう9ターン目の勝ちがもう、見えていると。なんならミスリルゴーレム出る前に倒せてしまうと。強えぞ。てかね、単純にね、ドロシーウィッチにマンモス相性いいと思うんですよね。こんな感じで。
魔装の鎧に取り込んであげる。マンモス絶対強いわ。ごめん、取り込んじゃう。なるほど、これはレビ、いや何かな、これ迷いますね。これ顔面いってもいい気がするんだ。なんならなんなら顔面の可能性、先泥警察しよう。先泥警察だ。これなんなら顔面攻めてもいいと思うんですよ。ドロシー来たけど多分ドロシーの使いどころはない。これどうしよっかな、どうしようかな。死がない魔法使いじゃよ。覚悟はいいかしら。あんまり顔攻めすぎても復讐が怖いからな。これは取っとく感じでいくか。グレン、どうしよっかな。マンモスで取るか。マンモスで取って、バウーン。で、振りかまして、こうしとこう。様子を見よう、とりあえず。なんだってミスリルゴーレムも出したいしね。ミスリルゴーレムも出したいしね。これきついんじゃないか、結構。これなんならドロシーウィッチの動きだけでもう勝ててる感、半端ねえんだけど。復讐にも入れないから、目視力も使えないと。あー、なんかもう普通に強いデッキになっちゃったな、マンモス入れると。普通に、ドロシーウィッチ単体です。あ、マンモスが！やばいぞ、これ。インペリアルマンモース！インペリアルマンモース！おい、これにはここが限界じゃの？お前、マンモスをよくも。よくも俺のマンモスを。いやー、これもうなんなら、結構強いんだよな。なんならもう結構強いんだよな、これだけで。もうね、これ進化でガン攻めしますか。ガン攻めスタイルでいくか。いや、これもう、これもう無理だぞ。これで9点になったらもう一先使えないからな。なんなら、強いぞ。よしよしよし。これ待って、これ結構ガチデッキなんじゃないの。これ結構ガチデッキなんじゃないですか、もしかしちゃって。ミスリルゴーレムで返せるもんな、9ターン目なんか来ても。目視力で取ってみろ。裁きの悪魔、間に合わねえぞ。間に合う？間に合わないっしょ。あ、なんか回復あんのかな。ドロシー取られて。ちょっと調子が悪かったっけ。回復あんの？あ、グレームにか。いや、それぐらいやってくれたらミスリルゴーレムが出せねえからよ。いや、ドロシー出してねえんだよな、これ。ドロシー出したらもう勝ちが確実になるようなもんなんだけど、ドロシー出せねえんすよ、ここ。風が俺を。ドロシー出せねえんだよなぁ。マジ、悔しいけど。悔しいけど、ここはドロシーを出せない。俺は。これなんなら普通に、ミスリルゴーレム出すと多分勝てる。多分勝てる。ミスリルゴーレム出せば。あー、セグマンか。私に捧げます。まあ仕方ない。いや、ミスリルゴーレム、言っとくっしょ。ミスリルゴーレムだ。ほらー、くらえ。ミスリルゴーレムの力だ。で、次ドロシーでもう一回ミスリルゴーレム引いてくる。これ強い。これすなわち最強ムーブ。もう無理だぞ、お前。このミスリルゴーレムデッキに。お前は勝ち目がない。ベルメゴールか、いいカードだ。2ドローで 6PP あるから結構まだカオスシップとか来てめんどくさいことになる可能性はある。今日なんならもうスタッツがバイト、バイト2連はめんどくせえな。ミスリルゴーレム引きに行くか。引きに行くしかないでしょ。はぁ、来た来た、マンモスパイセン、マンモスパイセン来た。おらー、いけー、いけー、このスペシャルコンボよ。あ、ゴーレム先輩引けなかったけど、まあ仕方ない。フレミデストライヤー引けたのは結構でかいかもしれない。その代わり。ライトニングシューターでもブーストが全然乗ってない。バオーン！で、バイト君殺そう。めんどくせえ。でもこの盤面も向こう返せないっしょ、さすがに。ドロシーこっち2枚落ちちゃったけど。楽しめたよ。これもう勝ちぞ。これもう勝ちぞ。すなわち勝ちぞ。いやー、もう無理だぞ。もうドアがいて無理だぞ。マンモスパイセンがいるな。マンモスとゴーレム揃っちゃったかな、これ。マンモスとゴーレム揃ってしまった時点でもう最強なんだよな、はっきり言うけど。マジ、このデッキさ、結構強いんじゃないの？俺、思った。待って。俺、このデッキに可能性しか今感じてないんだけど。このデッキ強いのでは？
さては、悩め、悩め、めちゃくちゃ悩め、悩むだろうな。どこでどう取ればいいか。まあ、ベルベゴーレでゴーレムだろうな。俺だったらそうする。手札が見えてないけど。マンモスは取れねえ。こいつはそういうやつなんだ。てか、なんなら、インペレルマンモスとミスリルゴーレム、スタッツ同じなんですよね。元のスタッツが。どっちもね、これもね、67なんですよ。やっぱ強いんだよな。スタッツ67っていうのは神の領域なんだよな。77でも、76でもダメ。67っていうスタッツじゃないと、ダメ。ソウルドミネーターだ。あー、で、コウモリ割って、火力上げて、インペレルマンモス取られるんだもん、これ。マジか。やべ、ダブル除去された。くっそ、やってくれたな。あいつやべえな。あいつマジ、超強化してされてんな。どうしよう。じゃあライトニングシューターで取るしかないか。ライトニングシューターで取って、敵を貫け、もう一体マンモス出してえな。これもう一体マンモス行きてえな。フレームデストロイヤーの方が絶対強かったけど、なんなら。よし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 。マンモスでフィニッシュだ。マンモスフィニッシュだ。カオスシップだ。なんかくだらねえカードいるってんじゃねえぞ。あ、守護が出たから助かると。でも虹の輝きで戻してマンモスフィニッシュでエンドですね。これはさすがに。もう 5PP でできるのは多分ディアボリックドレイン、ヴァンパイア 5PP で取れそうなのもディアボリックって、まあ、シノブと入ってればシノブと。よっしゃー、最強ー、マジ最強なんだよなー、マジ。おい、じゃ勝てねえぞ、おい。マジ最強なんだよなー、イザベル。イザベル最強戦、最きたー。マンモス、ミスリル、ゴーレムデッキ強え。